皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試プレゼン対策プレゼントはについて学んでいきたいと思います早速ですがプレゼントは一体何なんでしょうかこの「プレゼン」というのはプレゼンテーションの略なんですプレゼンテーションというのはテーマについて 効果的に相手に訴えかけそれを受け入れてもらうそんな技法のことを言うんですね審査官にプレゼン内容を理解納得してもらうためには限られた時間を使って有効に相手に伝える工夫が必要なんですここで気をつけなくてはいけないのは大学入試この場合はですね志望校のアドミッションポリシーこれにマッチしていることそれを 匂わせることこれも大切になってくるんですね現在このプレゼン試験を実施している大学というのは非常に増えてきています例えば東海大学の栄養入試日本大学経済学部の栄養入試プレゼン型というのがあります、えー、産業能力大学のキャリア教育接続入試でもプレゼンが必須です また東洋学園大学現代経営学部のプレゼンテーション型栄養入学試験というのもあります、えー、今挙げた大学学部以外にも多くの大学でこのプレゼン試験が課されているんですね次にプレゼンの形式についてお話ししていきたいと思いますこのプレゼンというのは面接試験の中で実施されることが多いんです このプレゼンは大きく分けて2つに分けけてつにられます個人プレゼンについては事前の準備これが必要になってきますで集団プレゼンについてはこれは当日テーマが出されてグループワークを通じてみんなで準備をしていくそのような形が多いです気になるプレゼンの時間についてですけれども こちらはですね大学の試験によって大きく異なります5分のところもあれば最大20分程度と非常に幅が広いですただ一般的には10分程度が多いかなというふうに思いますこの後に質疑応答が含まれて15分20分となっていく試験が多いです具体的なプレゼンの時間については 募集要項ですね受験する志望校の募集要項に記載があることがほとんどですのでそこをよくチェックしておいてくださいこのプレゼン能力というのは非常に重要です皆さんが大学に入った後ももしくは将来就活これをする時も必須になってくる力なんですね。ですからこの機会にぜひプレゼンの基礎力を身につけましょう。 はい今回は以上になりますそれではまた次回お会いしましょう